はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は加藤京子さんと加藤理香さんの、加藤姉妹お二人を使ってやっていきたいと思います。メカニクスサクチャレ中ですけれども、まあ普通にやっていきます。でまずお姉さんの加藤理香さんなんですけれども、まあ、スタッフキャラということで、まあ、選手でもなく彼女キャラでもないと、なので特に得意練習とかがあるわけでもなく彼女になるわけでもないっていうキャラクターですね。まあ、一緒に練習すると、まあ、体力回復だとか経験点だとかっていう恩恵が受けられるキャラになってます。でテーブルはありまして、一応35でいくとやる気効果アップ 125%、 精神ボーナス3で、怪我率ダウンになるかな。で37でやる気150、40で精神6、45で、怪我率ダウン3という感じになってますので、まあ、特にデートでね経験点を稼げるわけでもなくタッグを組めるわけでもないので、まあ、評価としてはどうかなっていうところはあるんですけれども、まあ、使っていきましょう。まあ、イベントは普通にありまして、金徳ですね、今回は野手で来てますので、野手の場合はローリング打法不確定か、またはなんだっけ滅多打ちの確定のどちらかになります。でただ今回はですねその金徳を取りに行くわけではなくて、もう一つ特徴があってちょっとミニ大丈夫的な、使い方ができるので、まあ基礎能力の直上げですね、ちょっとこっちをやっていきたいと思います。で、そうすると金徳がねどうしても一つ減っちゃうんで、ロジカルマップで、金徳を埋め合わせしていくという、イメージになります。で、京子さんに関しては、本格的に彼女キャラとして使うのは、初めてかな。で今回は、野手で来てますので、魔術師かなんだっけ、ナイアンダオになりますというところです。まあとりあえずこんな感じでやっていきましょう。じゃあ練習でね、そうリカさんがね評価がないんで初期評価プラスいくつっていうのがないんでどうなんだろうね。イベントもねなんか評価に依存してるのかよくわかんないんだけどあんまりね怒らないんだよね。で今回、まあ、加藤先生は前イベなんですけれども前に後呼んできてます。まあ、加藤先生のイベントをなるべく消化したいっていうのがあるんですけど単独ではやっぱりちょっと練習する気にはなれないかな。せめて誰かイベキャラが絡んでくれないとあんまりうまみがないよね、まあ、評価上げにしても。であとまあ加藤姉妹で一応コンボはあります。9かでもまあここはこれ理科割とね追加イベントは起きやすいんですけど、まあ、それは起きない時もあるよねと。あれ京子さん出てきたっけ。まだ出てきてないよね。どうしようかな。雷にするかみやびちゃんにするか10か、まあ、監督評価も上げてはいきたいけどこっちにしよう。一応京子さんからね世渡り上手が取れるんでパワーヒッター OK。 精神40もくれんだ。リカさん一人で3だからねちょっとこれもやる気になるね。赤原ねミートコツ取りたいんだよね。加藤京子さん、まあまあまあまずはちょっとマジで京子さん最優先でいきましょう。で今回のマップ的に、ま、一応2人いるんで評価アップは優先して取っちゃいましょう。別に二股とかにはならないんで11、ここだね普通に。お登場、ここは回復していきましょう。で評価アップして評価アップしてどうだこれで京子さんは乗ったかな。あ京子さんは乗ったね。
リカさん1人26はでかいな、まあ、メンタルで評価上げつつっていうのもありだね、まあ、こっちにしよう。監督は特に起きなかったな、何にも。コツメンタル赤原か、22。なんでリカさんはいつも1人しかいないんだ。追い打ち雷の1回目か、まあ、割と体力回復系の人たちはいるんで、そう少しね体力を減らしておきたいよね、やっぱり。14、これは加藤先生やるか。あ、回復力の基礎回復力プラス3を取っておこう。で上限がここ と、ここにあるので、まあ、まずはこの2つを開けに行きましょう。加藤理香さん、俺はお姉さんの方が好きですね。ここの謎の経験点とやる気を下げられるイベント、いやすげえ微妙だなこれ。ここにしよう。加藤先生の追加イベントにかける。起きない、マジで。回復しよう。モテモテになんないかな。あ、なった。もうモテモテになればこっちのもんだよね。11、22。いやー加藤先生の評価を上げながらいきますか、まあ、今回はね加藤先生優先でちょっと進めていきましょう。経験点取って、ここ追加。練習方法だと経験点、お、これいいね。赤原のイベントいいよね本当に。タッグが組める、さすが登場早いな。みやびちゃんもいけるか。赤原コツ、全体的にポイントがしょぼいんで、まあ、少し使ってこう。対左意外性へっすら、へっすら、そうそう今回ね気迫ヘッドあるんで、とはいえへっすらなんてさそもそもいらないよねコツ。ここを通過しないといけないのか。パワーの直上げね、なんかもったいない気がすんな。こういけるからね、ちょっと左を取っとこう。でブーストはできるときにもかけちゃおう。いや今は1人しかいないからかけないけど、で赤原追い打ちを取った気がするから追い打ちは潰しておこう。追い打ち追い打ち、ミートコツをくれ赤原。練習、まあ、ポイントは高めなんで悪くはない。加藤先生5。おお、なんか微妙、マジ微妙だな。回復して回復して、まあいいか。一応30とかは手に入るんだね。ちょっとここは監督評価上げていこう。おお、15%か。なんか体力回復的なものって、あ、全然無理だ。10何%だっけ。 15% か。なんか怪我しても大丈夫な気がするんだよね、なんていうの、加藤先生のイベントで。絶対それが起こるかって言われたら分かんないんだけど、なんか起こるらしい。やってみる。ほら武器、キャー、大変でやんす、分かったでやんす。俺は大した怪我じゃない、筋肉痛。練習やめて帰りなさい、ゆっくり休んで疲れが取れた。ほらあー、ここはちょっとパワー比を取って4にして取っちゃおう。さっきブーストが無駄になったなまあでもイベントが見れたから一緒。今回はね本当に加藤先生がどんな感じなのかっていうのが分かればいいんで、3は無理、ここはこれでいくか。いやでもみやびちゃんはさすがに経験点いくね、練習レベル1でこんだけいくからな。で加藤先生のお仕事、これが
普通のイベントですね。で、これはどうしようか。なんか緑とくのがね、いっぱい取れるんだよね。加藤先生、加藤先生。ちょっとわかんねえ。あ、これか。一番上で、夜当たり上手か。夜当たり上手、この人から取っとこうか。で、京子さんは、まあ、別の選択肢でいきますか。登場。パワヒを読んで、つかみたい。よし。だったら、降格打法か。登場のね、パワヒ降格打法って、ほんといいよね。7%。降格は5まで置いとく。お、さらにここで回復ができる。いや、俺はね、ほんと登場優秀だと思う。23赤原。他はまあ別にいいかな。あれ、赤原ってこの前経験点もらったんだよね。で、みやびちゃんがいるからやっぱすげえな。技術すげえな。まあ、精神ボーナスも持ってるんでね。溢れてしまった。お、見とこつ OK。あれ、京子さんどうなって、京子さんのイベントが来てねえか。11。コツがあったけどな。京子さんがどっか行ってしまったからな。11。東条、みやびちゃん。加藤さん。加藤先生の評価上げていく。え、京子さんだって乗ってるもんね。白衣の天使、こっちかよ。で、もう夜当たり上手を取る必要はないんで、どうしようかな。怪我しにくさ。コツ1。あ、これにしよう。お口に合うのはどれかしらと。で、ここはですね、ハーブティーにしましょう。一応成功失敗があるのかな。げ、失敗した。あれ、どっちだ、わかんねえ。失敗したっぽいかな。魔術師のコツが、魔術師じゃねえや、守備職人のコツが手に入るっぽいんだけど、まあ、今回ね、京子さんから魔術師のコツをもらおうかなと思って、さっきのやつをやったんだけど、そうだね、成功しないと入らないっぽいね。あー、19。うーん、溢れるのかな。まあ、もともと上限がちょっと少ないんで。で、今回京子さんは来ないかな。これで来なかったら来ないね。一人になってしまった。まあ、前にあと4だからね、そこはどうしてもしょうがないところはあるんだけど、うーん、ポイントだな。なかなか加藤先生が絡んでくれないね。これ成功してほしい。今回赤原入れてるからね、頼む。うわ、失敗した。これ満塁男のねコツがつかめるんだけど、それでね、一応赤原もね入れてきたんだけど、ちょっと無理だったね。まあ、しょうがない。みやびちゃん、これいいよね、本当に。どっちだった、ついてるだった。あー、ついてない方がいいんだよね、これ。まあ、京子さんはデートで上げていけばいいからね。雷のコツもらいに行くか。これ取って、これ練習レベルが上がるね。上げとこう。で、コツはさよなら男で、左に流れていきましょう。ここはちょっとコツを取りに行きます。監督の評価どんどん上がっていくね、やっぱり。打球伸び、真ん中で体力を回復しよう。もうチームメイト評価は大丈夫だと思うんで。コツがありーのだね。6235。まあ、ポイントだよね。告白が来た。気があるみたい。付き合いませんか。おお、いいね、いいね、いいね。赤原か。赤原はやっておきたい。
18。ブーストってあったっけ？ある。もういいや、使っちゃおう。ランダムマスが2つ。敏捷も足りなくなりそうだから結構嬉しいな。コツ、キャッチャーはいらない。加藤先生のこれ1回目だよね、まあ、やってみたいにして、で下にすると金徳へ流れていくんですけど、今回は基本能力でいきましょう。でコツがあるね。まあいや、技術を取って、あれ今ポイント的にどうなってる？全然上げてないけど少しさばいていきますか。筋力が全然足りねえ。技術精神か。東条があんまり働いてないのかな、まだ。雷、まあ雷いこう。打球伸び、技術余りそうだったら打球伸びって3で掴んじゃってもよかったかな。またここで回復できる、よろしく。で2月の1周はさすがに練習したいよね。あー、東条がいるね。ここはみやびちゃんオンリーか。てかみやびちゃんマジで経験点すげえなこいつ。だったらもう広角打法は取っちゃう。いやどっちでもいい、経験点でも広角打法でもどっちでもいい。広角打法マッサージ回復してくれる、精神ポイントもくれる。でバレンタインはね、これ多分あれだよね、そう評価が依存してると思うんで、雷のコツか。でも雷が絡んでるからすげえな、これやろう。早急コツなんてこった。でこれが2回目。よし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 、ちょっと上げてこう、なるべく上げられるだけ上げてこう。ミート3か。じゃあ守備でも上げとく。なるべく経験点は使っていく。いや、ミートも上げちゃおう。OK、 時間上げが来るからね。でもさ、それってさ、なんか評価高ければそっちの方がいいとかあんのかな。でもここ東条だな、東条やっときてえな。で赤原だな、23だな、なんかいろいろやりてえな。17、上限はまず開けとこう。ブースト、精神ブーストか。今回はリカさん、今回はリカさんの回、それでいこう。あと指がどうか、東条が重いんだよねやっぱり。6回あるからね全部で、金徳と通常イベント合わせて。消化できるかって言われたらちょっと分かんない。とりあえずなんか星4つになったんで、まあ、あとはいい練習が来たらやっていきますか。そこまで意識する必要はないかな、ちょっといまいち分かんないんだよね。そのよし、していこう。お、開いた。どこ開ける？場所的にはこの筋力55も取りたいね。60か。60はちょっと無理だな。上限アップが来ないと。そもそも取れないんで。リカさんが11か。まあ、だったらこれやっとく？割と技術があるね。練習に集中できていない。これってサボり癖とかも直してくれるのかな、さっきの。3、いやー微妙。ここはデートしよう。ちょっとロジカルマップは1回使う。確
とくりょう、まあいいか、開けとくっていう意味でちょっと取って、筋力が足りない。そこからデート、京子さんでゲーセン、まあなんか大丈夫が絡んでるっぽいような会話だね。もう十分で回復なんだよね。ちょっと回復を目的としてるから今回は回復できましょう。赤原、これはどうする？一番下だな。真ん中だと体力は回復するんだけど、ちょっとやる気も下がっちゃって体力はいっぱいあるんで登場。どう、爆弾抱えた。おお、登場すげえ進んでくな。で試合だね。まあスターティングオーダーには選ばれたけど、コンピューターに任せてこう。ちょっとパワー C まで上げよう。アーチストはやっぱ欲しいよな。筋力足りない感があるけど、でもまあパワーヒはもう取ってあるからね。よし勝った。ここでそういえば毎回毎回忘れるポイント20、どうだ。おー溢れないね。3回目、あー失敗したか。1だね。そう、まあ1は微妙だよな本当に。3ずつ上がるんだよね成功すると。まあ、しょうがないですね、そこは。あー、東条か、25か、赤原か、技術余ってんだよな。精神のブースト。どう進んでいく、ここ筋力ね、へっすら、意外性だったら意外性だな。45か、ちょっと一回東条。筋力が欲しい。で、12。あ、これもあれなのかな、やっぱり評価が依存してたりするのかね。3回目、ちょっとここはデートを進めていこう。まだ2回目だからね。で、なんか爆弾持ってたんだっけ。でここもなんかもういい系にすると体力が回復する。で大丈夫の手術が成功しやすくなったって言ってるけどさ、どれくらい成功しやすくなってんの。やっぱみやびちゃんだな。みやびちゃん安定だよね、本当に安定のみやびちゃん。なんかブーストとかかけられたかな。満塁男は取れなかったかな。まあしょうがない、かなり掴めたからよしとしましょう。ここもちょっとデートを進めて回復しようか。で3回目、これ毎回そんなことないよが出るんだね。でここもちょっと回復系でいきましょう。いただくで大丈夫だよね。最大値が上がって体力が回復すると。おお来たー、やるでしょう。どんだけ上がってんのか知んないけどやるでしょうこれは。おらっしゃっす。失敗しやがった。なんなの。いやまあまあまあそんなに上がるわけないからね、その確率が。ビビたるものなんだろうな。ちょっとこれできない、練習ができない。技術もらって回復しよう。いやもう続けるよこれ。ちょ俺を回復してくれ加藤先生。何にもしてくんないし。まあ、一応これは成功したな。
なんか前はさ、その大丈夫の手術失敗するとさ、これ回復しますね。なんか京子さんがある程度リカバリーしてくれるっていうイベントがあったんだけど、今回ないのかな。そういうなんか情報はないからな。28 1% だったらこっちでいいかな。あれ、俺そうや、怪我しやすいんだっけ今。なんかマスが開いたけど、マスが開いたけどどうする。ここでいっか。じゃあ怪我ゼロ。やる気がとにかくなさすぎるんだけど、ちょっともうこれは無理だ。デートしよう。まあ、気持ちだよね、その大丈夫の博士、成功しやすくなるっていうのは。これは特能だね。レーザービームか上り上司か本類生還、真ん中の上り上司、ここでいきましょう。いやもういいよ、君は出てこないだろどうせ、博士は。あ、もうあれだね、博士が成功しやすくなったってそもそも出ないわ。満タン。あ、別に怪我しにくさはあれか、下がってないか。 0% にならなくなるかんね。まあ、ちょっともうあんまりね、こうモチベーションはさすがに下がっちゃったんで、まあ、どうしようかな。ブーストもかける必要もないしな。筋力満タンだからこれを取ってこう。であとはこれ、16登場、これだな。で筋力はもうだいぶリカバリーできた。14あふれそう。体力がないんでデートしよう。これでラストですね。あれ、ちょっと待って、断られた。そっか、社会人だもんな。じゃねえよ、全然今回イベントに恵まれないな。まあ、そういう時もあると。で、これは普通に進むね。そうするとカラデーとかこう、あそこで出てくるってことか。で、どっちもにするとどっちも金徳がもらえるわけではなくて、成功すれば内野安打王か魔術師のコツが3で手に入ると。まあでも安定を取るんだったら、洋風で内野安打王のコツが2、和風にすると魔術師のコツ2で、失敗するとコツが1になるんで、まあ安定を取っていきましょう。安定でも全然悪くないんで。でみやびっちゃん、負けたかって言って、まあ絶対負けんだけど。情熱エール、28 4か。どうしようかな。14で回復させていくか。回復させるって言ってたからブーストをかけるか。ここでいこう。精神ブーストやたらいっぱいあんな。どういう俺のメンタル、よくわかんねえ。ですよね京子さんって。ここはリカさんしよう。足が痛いよ。何にも言ってくんない加藤先生、冷たいな。まあ、京子さんはもう評価 OK。 ちょっと能力アップしていく。減ってるわ。弾道下げられたのか。なんか1ずつブレス揃えてこう。下がったやつ。筋力すげえリカバリーしてんな。そこは敏捷ポイントが全くない。これは
リカさん、もう今回リカさんマッサージありがとうございます。精神17、マッサージの時は体力を回復して精神17ですね。でなんか練習がどうのこうのみたいになったら経験点がプラス17されるのかな、ランダムで。でアーティストはじゃあ取っちゃうか。もうこれ普通に負けそうな気がするホームラン打てねえし。いやもうなんかさ、すげえ俺のモチベーションもさ下がってるからさ割となんかどうでもいい感はあるんだよね。だ打てば同点かって思ったけど、どうするまあいっか、せっかくだからやってこう。とりあえず同点。サヨナラ男って俺持ってなかったっけ。サヨナラ男、おお、あと繋いでくれる、繋いでくんねえし。満塁、へばってる。もうピッチャーいないのかな。押し出しっていうのもなトラウマになりそうだよね。ちょっと待って待って待って、あなんかすげえしょぼい試合だなこの俺のもうモチベーションのなさがさすげえ出てるよねレンシュ27164。リカさんもなんとなく強化はマックスになった。ブーストとかけるはあれでもねえしな。っていうかさ、気迫ヘッド取れるかこれ。なんかポイント意識していかないと。もう一回精神ブーストかけないと。ゲー不眠症だったこれで溢れんな。いや一回溢れさせよう。で次ちょっとしょぼくても精神ブーストかけよう。いやもうなんかね、別に気迫ヘッドとか取れなくてもいいんだけど、まあまあやっていきましょう。お待たせ、共にメカニクス追う展開で迎える2回です。バッターは宮島。打った、これこれ。ちなみに全部プラス3って、まあ、例えばオール C から全部プラス3になるとどれくらいの経験点の価値があるんだろう。まあ、もちろんね、上げてれば上げてるほど得にはなるんですけど、まあ、イベントのねタイミングにもよるからね。ワンアウトランナーなしという場面で宮島今日4打点を挙げて打ちました。初球ライトを取りました。一応勝った。少し見てみる。パワーを3上げるのにも32必要だから、それでも90か。100100100100100とか本当にこれ7321だからちげえよ。 C だと21くらいか。B にすると8になるのかな。全部8324。うん、そうだね、まあ、100まではいかないけど100100100100100にはならないけど、それなりにでも経験点の節約っていうかあれにはなるね。もうこれいいや、ブーストかけちゃう。ブーストかけて下の気迫ヘッドを取りに行きます。一回回復して、あと次は一回ロジカルポイントの多いやつをやっていきましょう。ちょ、よっぽどのものが来ない限り。よっぽどのものっていうかさ、そもそもろくなもんがない。よし行くぜ。じゃマジでサクッといきますか。マジサクッと。
そしたら負けたわ。まあいいでしょう。必要ドラフト1、弱ったり上手があるからね。で長寿ラーセを最後くれます。で加藤先生はエピローグは普通にくれますね。そんないっぱいくれないんだけど35くらいと撹乱、まあ、珍しいコツはくれるよね。まあ、点数はもうしょうがない今回は。なんかあんまりこう上げるのもあれだけど、あ、少し揃えていく。オールシーくらいにはちょっと揃えて。あと何取ったの俺、骨格打法とか実は取ってなかったし。めった打ち、意外性、恐怖の満塁男だ。これをね、本当はコツ1でもいいからさ、イベントで取りたかったんだけどな。魔術師これもな、本当はなイベントで取りたかったんだけどな。打球伸び、上り調子、情熱エール、打開、かく乱。かく乱の上位ってトリックスターだっけ。まあ、火山院とか、まあ、火山院一応怪骨自身で持ってるけど取れない可能性もあるからね。まあそんな感じですね。まあどうなんだろうね。ちなみに俺今何位なんだろう。多分100何位だと思う。作者で的なやつは。まあ加藤先生だからね、113位か今。もうどんどんこっちな。まあ3桁はでも大丈夫だと思うんだよね。あんまりねこう更新しようっていう気になれないんだよね。なんかすげえキャラだったらさ、おせっかくここまで来たからちょっと頑張ろうっていう気になるけど、まあちょっと加藤先生使い道がなかなか難しいです。俺的にはなんか金徳狙いに行くよりは全部プラス3を狙いに行って、まあ各高校のねイベント金徳でちょっと埋めていくっていうのもありなんじゃないかなとは思ってますけれども、ちょっと分かんない俺加藤先生の使い方。ちょっとまあ気が向いたらまたやっていこうかなと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。